で、先ほどですね、VR で、えー、ここ、なんかね、黒くなっちゃうっていうところで、えー、これをちょっとどうやって補おうかというところで、ちょっといろいろと研究してみました。で、なんか例えばこういうマークがあったとして、えー、このマークね、こちらの方の先ほどの VR のところにマークとして入れます。で、入れたときに、何をやったかっていうと、極座標。これね、逆にするんですよ。最初は、こうなってたんですけど、これを逆ね、あの、丸を、 逆にするっていうパターンですね。逆にすると、今度は、こんな感じで、曲座標がうまく出てくるっていう形になります。で、これで VR するとどうなるかというと、はい、こんな感じでですね、ちょっと今 VR にしますね。VR 有効にすると、こんな感じで、電波落ちっていうので、マークを入れることができちゃったりします。で、ここね、なんかね、出ちゃってるの、これ気になりますよね。で、この時にね、いろいろちょっと考えてみたんですよ。何がいいのかなと思って。で、 ええとね、こういうのどうかなと思ったんですよね。このコンパス、コンパス。こんなの入れちゃって、この VR の同じようにします。それで、ここのグレーありますね。ここのところを遮っちゃうんですね。こうやって。そうするとマークがこう出ます。で、出たらどうなるかっていうと、ここで、まあ、下コンパスみたいな形になるんですよ。ちょっとこちらの方をご覧ください。はい。こんな感じでなるんで、 これ不動産屋さんかなんかったら結構便利なんじゃないかなと思うような、えー、テクニックの一つです。で、VR の視点なんですけども、これね、どうやって変えるかっていうと、結構ね、簡単に変えられます。えー、ここの方ですね、ちょっとエフェクトの方を見ていただきたいんですが、オフセットっていうのがあります。で、このオフセットっていうのを、ここですね、ちょうど X をずらすと、こうやって移動するんですよ。メリーゴランドみたいに。なんで、例えば東がここかなはい。 ここが東だとして、えー、ここから日が当たるんですけども、この場合はオフセットをこういう風にずらしてあげると、あとはプレミア上でも同じように、これが変わっていきます。変わんないった変わった。はい。こんな感じですね。こういう風にずらしていくことができたりします。まあ、こういう風にね、マークを置いてあげの結構便利だと思いますんで、まあ、いろいろとね、活用して、あの、うまく、 使っていただきたいなというふうに思います。結構かなりハイエンドな応用なんですけども、えー、まあ、立体で360度見たいというような、えー、そういった方にはですね、こういったえ左と右で撮るという方法があります。で、ここなんですけども、まずは、まあ、通常に左、右っていう形でえ置きます。まあ、これカメラの置き方によってだいぶ変わっていくんですけども、あの、基本的に360度を全部立体で見ること多分できないと思うんですよ。 見えそうな感じなんですけど、要は右と左に置かなきゃいけないんで、えー、基本的には、まあ、180度半分しか使えないなと思った方がいいかもしれません。あと、カメラの特色によって、どのくらいこう、間を置くかとか、これ結構ね、ノウハウっていうかね、いろんなカメラ出てたりとかするんで、まあ、あの、こういった形でやるっていうのは少ないとは思うんですけども、まあ、一つの例としてちょっと解説したいと思います。まず、左側のカメラ、えー、これですね、そこで極座標をかけまして、 はい、こんな風に伸ばします。で、この時のコンポジションサイズなんですけども、3840×3840 38にしてあげてください。そしてアップスケールします。はい、そうすると、まず左の画面かな民家か、ミが出来上がりました。同様に左もこういう風に感じで作ってあげます。そして次、統合でもう一個新規レイヤーを作りまして、あ、新規のコンポジションですね。 同じなりますんでで設定しますそして、調整レイヤー引いて、3D メガネっていうのがあるんですよ。これ、あまりこれもまた使わないですね。どこだっけ遠近かなえー、3D メガネ。はい。おいで、ここでですね、3D メガネスイッチ入れて、レフトとライトビューを、はい、うまく切り替えます。そうすると、根本ンに合わせてですね、上と下、こんな感じで出てきますね。こんな感じで出てきます。 で、ここで、えー、オフセットとかね、いろいろとかけてやんなきゃいけないんですが、えー、っとね、ここね、今1個かかっちゃってるんで、これ外した状態にしますね。ちょっとデフォルトの状態にします。はい。そうすると、ここと左と右がちょうど合う形になります。はい。どんな感じになってるかというと、じゃあちょっとここの方の、はい。こんな形の棒に合わせましょう。はい。そうすると、上が右から見た視点、左が、えー、左か、えー、右、あ、 上が左から見た視点で、右が、あ、下。<laughs> ちょっとわかんなくなってきたな。待ってくれ。えー、これで行くと、ここはこう見えてて、こうでしょ上が左から見えた視点で、下が右から見た視点です。これ気をつけてくださいね。これちょっと位置のずらし方とかわかんなくなっちゃうんですよね。で、例えば、ここのですけども、こことか見るとほとんど変わってないんですよ。変わってない。なんで、多分、こう、 角度によってやっぱり見え方違うんですよね。要はカメラ2つ置いてるってことなんで、あの、360度に全部置いたカメラを合わすわけじゃなければ、やっぱりあの、歪みっていうのが出てくるわけなんで、まあ、この辺はね、立体する場合は、やっぱり180度使った方がいいんじゃないかな、というふうに思います。で、最後、縮小します。で、この時に縮小するんですが、えー、ここのサイズを 3840×2160 に設定します。ここポイントですね。で、2つ、今、 ね、統合したレイヤー。これ選択して、えっ、ー、と、トランスフォームから、根本たサイズで合わせるようにします。はい。これで、プレミアプロに、えー、持ってきます。はい。まあ、プレミアプロに持ってっても、こんなような形になるんですが、まあ、VR でね、プレミアプロ見る場合ね、残念ながらね、あ先にちょっと設定しなきゃいけないですね。ここで、右クリックして、シーケンスの設定入れます。そして、これですね。 ここにね、平面以外にもう上下っていうのがあるんですよ。これが実はポイントで、ここを上下に設定してあげます。そうすると、今プレビューでは左かな左しか見えてない状態になってるんですけども、まあこれでですね、だいたい VR の方法を、まあ簡単にこうやってやってみて、確認した後、ここで同じように書き出しからメディアを選択。で、書き出しの時も同じように、ここですね。 はい。立体にして上下に設定してあげて書き出してあげれば、えー、立体でですね、360度見れるかなみたいな感じの動画を作ることができます。